西関区。西関区は、新潟市を構成する行政区の一つ。区内には、角田山や、多宝山、岩室温泉など、観光地、継承地が点在する。名称は、区域が、旧西関原郡に位置することによる。牧地区、旧関町の大部分、西川地区、旧西川町のほぼ全域、岩室地区、旧岩室村の全域、片東地区、 旧片東村の全域、中野口地区、旧中野口村のほぼ全域で構成され、区役所は牧地区、旧館町、役場、新潟市役所管支所に置かれている。なお区域にはこのほか、現在、南区の区域である三方地区、旧和地方村、月形地区、旧月形村の飛び地が含まれる。また牧地区のうち、四坪ぼ屋は、西区の区域となっている。 区域のほぼ半分を水田が占める市内有数の国草地である。前室の岩室温泉はかつて北国街道の宿場町として発展した。またかつて牧地区の峰岡地域などを治めていた峰山藩は幕末期、戊辰戦争で敗れ急していた長岡藩に米百票を送ったことで知られる。区域の一部が佐渡屋彦米山国定公園に指定されている。 前日の通り、旧町村の単位を元にした5つの地区により構成されており、区内には市街地が点在している。なお、西館区では、旧館町の区域をさらに、牧地区、漆山地区、峰岡地区、松延地区、角田地区の5地区に分けて、行政サービス等を行っている。これは、かつての中学校区に即したものである。現在の西館区を構成している。 九町村が新潟市へ編入合併した当時、住居表示を施行している町村はなく、また2007年春の精霊市井工事にも、西館区内には住居表示を施行している箇所は、箇所もなかった。これは、市内八行政区で唯一のことであった。牧地区中心部、岩室地区の数を収む、麻生、西川地区の名読内の市街地、集落では、 古くから、一区、二区といった、独自の表示や、堀山団地、グリーンハイツといった団地の名称通称地名、実地会の名称を兼ねるとして使われており、例として、郵便物や宅配物も宛名を、新潟市西館区木一区とだけ書けば、地盤を省いても、基本的には届く。しかし区内各地区の地盤は、配列に規則性がないなど、非常に煩雑となっている。 そのため、土地勘のない他地区の住民や多市町村からの来訪者などは大いに不便を囲っており、特に緊急車両の出動時には現場到着が遅延するなど行政サービスの低下につながる可能性が指摘されている。また前述の通称地名を使用している地区においては、地盤が記入されていない配達物が誤配、地配となるケースが増加していることから、日本郵政グループや 運送各社では宛先に通称地名を使用する場合でも必ず地盤を記入するよう呼びかけている。また区内には名称が重複する地名も混在している。その一例を挙げると区内には三里という地名が二箇所存在する。一つは前日した片東地区にあり新潟市へ編入した際に正式地名として登記されている編入当時の地名は片東三里。 一方、西川地区の押し付けの一部にも、宅地開発時の愛称に由来する、通称地名、三里があり、近隣を経由する国道116号には、三里交差点が設けられている。なお、三里は、市内ではこのほか、北区の豊坂地区、長浦地域にも正式地名として存在する。このように、西館区内の地名表記は、市内8行政区の中でも、特に紛らわしくなっている。 区内では編入合併以来、牧地区中心部や岩室地区の数をサムなどで、住民の間から住居表示の実施を要望する動きが出ている。このうち校舎の青雨では、岩室駅と県道374号を中心とした周辺地区を3つの外区に区分けし、地名をそれぞれ数をサム1、2、3丁目と変更した上で、 住居表示が2012年10月29日付実施された。この数をサムが区内初の住居表示施行箇所であるが、これ以降の施行予定に関しては2012年10月現在、具体化している箇所はない。区内の市外局番は、概ね0256、間 MA であるが、中野口地区全域と牧地区の牧大原及び、片東地区の5の上は025、新潟 MA となっている。 区内の主な病院は、下記の通り、上記の内新潟西館メディカルセンター病院は、かつて旧館町の運営による、巻町国民健康保険病院、町立館病院があった箇所に立地している。旧町立病院は戦後、巻町が吉田町、原園市との県立病院の誘致合戦に敗北し、その代替措置として1955年、昭和30年に開院した。 しかし、周辺の総合病院と競合するなどして、会員以来慢性的な不採算が続き、2003年度末時点で、約31億円の累積赤字を抱えるなど、新潟市との合併協議を進める上で最大の、ネックとな、旧町立病院の施設は、民間の医療法人、白尾会、茨城県の医療法人社団、上比都市会の参加、南区で、 白根大通病院などを運営に約13億円で譲渡することとなり、2005年、平成17年10月の編入と同時に廃院された。その後、敷地内の施設は老朽化のため撤去されて改築され、2008年、平成20年8月1日に現在のメディカルセンターが開院した。また区内には救急指定病院が1カ所もないため、 区内で発生した救急患者は市内の多行政区や園市、三条市など近隣市村へ搬送されており、搬送距離が多行政区よりも長くなっている子が問題視されている。牧地区ではホッケーが盛んで、地区内の小学校では体育の授業でもホッケーが年数回行われている。これは1964年、昭和39年に行われた新潟国体で、 当時の牧町がホッケーの開催会場となったことに橋を発するものである。こうした経緯もあって2009年平成21年に開催されたときめき新潟国体では牧地区の城山運動公園内にある多目的広場がホッケーの試合会場となった。1980年昭和55年の開設当初はクレーコートだったが2008年 平成20年に人工芝が敷設されて、プレイ環境が改善されている。区役所による文化行政も充実しており、観光スポットでの撮影も絡めた西館区 PR、映画三部作の制作、地元公民館や東京都内での上映、PR ホームページの作成なども行われている。第一作の西館は中文字幕版や英文字幕版も作成され、 国連が共催する世界最大の広告国際コンテストであるニューヨークフェスティバルス2017の学生作品部門にて監督賞、撮影賞をダブル賞した。区内の鉄道路線は実質越後線1路線のみ、上越新幹線が片東、中野口領地区を通過しているが、沿線に駅は設けられていない。 越後線の内野駅新潟駅間は普通列車が昼間20分間隔で運行されているが内野 IC の吉田駅までの間は昼間おおむね40から60分間隔と運行間隔が長く80分程度間隔が開く時間帯もあるこのほか、朝の通勤時間帯には越後曽ソネ及び牧で新潟方面へ折り返す普通列車が各1往復運行されている 現在、新潟市と燕市などの沿線自治体は、JR 東日本新潟支社に対し、吉田、内野間の運行間隔を内野移同様、二十分間隔に増発するよう求めている、越後線現状も合わせて参照。二千十二年三月より、内野、吉田間を日中四十分間隔のダイヤで運行する、社会実験が行われたが、目標とした利用者の増加に至らなかったため、 2015年3月に実験前の運行本数に戻された。かつては私鉄路線も存在し、旧中野口村内を新潟交通電車線が経由していた。村内には二駅があったが、1993年平成5年8月1日の燕月型間部分配線の際に廃止された。西館区内を発着する路線バス及び高速バスは、 新潟交通観光バスのほか、2019年4月からは、ウエスト観光バス及び、タクシー会社が運行している。新潟交通観光バスの路線は、区東部、南区に近い片東地区の大原にある同社の、片東営業所が、運行拠点となっている。巻から各方面、片東営業所から、南区白根を経由して、各方面に至る路線も構築されている。 なお、片東営業所は、区役所片東出張所などがある、地区中心部からは大きく離れている。片東営業所から調べ、または見方を経由して、新潟市中心部に至る路線は、おおむね60分間隔で運行されているが、牧・西川、岩室、中野口の各地区を発着する路線バスの運行本数は非常に少なく、賃も割高である上、IC 乗車カード、 ユートの利用ができないなど利便性が著しく低い2013年に終了したバスカードも使用できなかった。このため JR 以外の公共交通が非常に脆弱で日常の交通手段を自家用車に依存せざるを得ない地域が非常に多いことから市・区は今後何らかの方策を講じる意向を明らかにしている。2019年5月現在の運行路線は 以下の通り、英字の系統番号が付されていないもの張り、U と利用付加となっている。時刻表や路線図は、以下のリンクを参照。その他詳細は、新潟交通観光バス片東営業所を参照。市区ではこのほか、牧駅を中心に、区内各方面に至るコミュニティバス、区バスを、清令施行前の二千七年、平成十九年三月二十六日から、 運行している。市及び区が事業主体となり、新潟交通観光バス片東営業所が運行業務を自宅している。3月に最初に開設された路線は中野口ルート。中野口地区のうち6分以内の地区は公共交通が脆弱な上に、中野口中心部や牧地区への公共交通手段がなかったことから2006年、 平成18年の社会実験を経て、正式に事業化されたものである。牧駅前から、牧地区東部の漆山、牧片東 IC、中野口出張所などを経由して、中野口地区南部の片浦新に至る。終点の新飯田橋バス停は、南区白根地区南部の新潟と中野口川を挟んだ、西側対岸にある。既存のバス路線と運行経路が重複することや、運行距離、 再算性の問題等を鑑みて、市内宅の区バスで導入している、全区間均一運賃ではなく、待機路線運賃を採用している。なお、区では、その他の交通空白域についても、今後区バスの路線を新設する計画を進めており、同年10月25日から2008年、平成20年1月31日までの3ヶ月間、片東地区と岩室地区で、社会実験を実施。 両ルートの試験期間中の運賃は、全区間200円均一、小学生100円、用事無料に設定されたが、試験運行の結果、正式運行には至らなかった。2011年からは、かつて、新潟交通観光バスが運行していた、吉田、マセゼンとほぼ同じルートで、つばめ市の吉田駅から、岩室温泉を経由して、マセに至る区バスの試験運行を、 夏季から周期にかけて見している。2019年7月から、西館観光収ーグルーンバスが、IK アライアンスの自宅により試験運行されている。土曜、日曜に運行され、牧駅や岩室温泉とカーブドッチワイナリー、上関方公園といった、区内の主要観光地を結ぶ。なお、2018年頃までは、新潟交通観光バスが自宅する形で、 角田山周遊バスが運行されていた。北陸自動車道巻、片東 IC 上にある巻片東バスストップは、新潟市から県内外各方面に至る高速バスを利用することができ、パークライドの拠点となっている。この IC から入り出場する路線は2019年1月現在以下の1路線のみであるが、かつては同 IC から牧中心部を経由して牧駅へ向かう路線。 中野口、六分など、中野口地区を経由して、南区白根南部の飯田地区に至る路線も、運行されていた。詳細は、新潟県内高速バス過去の路線を参照。新潟市岩室観光施設、岩室屋にて、電動アシスト自転車が有料で貸し出されている。西関区では、江戸時代の初夏である、牧良子や、第36代横綱の羽黒さん、聖事、キリスト教で、 社会奉仕活動家の本間俊平を輩出している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。